豊橋技術科学大学の次世代半導体センサ科学研究所アイリスの LSI 工場は、半導体基本構造である CMOS LSI を設計から製造、実装、評価に至るまでのプロセスを研究者自身が一貫して行うことができる国内大学唯一の研究施設です。そして領域全体を俯瞰できる高度半導体人材の育成や人的ネットワークを競争する拠点です。アイリスは半導体センサ技術をベースとした基礎研究部門の成果を社会実装部門の成果や実績と合わせて世の中に還元していきます。最大の特徴は、我々学生が自ら考え半導体製造装置を使って主体的かつ実験的に新たなデバイスを創出できる点にあります。半導体製作に関する高度な専門知識を持った技術職員や研究者が我々学生の研究をサポートしてくれます。アイリスには学外からも高専生の実践型教育や先端企業研究者の高度人材育成プログラムまで多くの研究者、技術者が集います。学生と企業人がお互いに教え合い高め合う環境を目指しています。